実は会見春江はかなりやきもち焼きです。こうして春江と豆同時に撫でているときは大丈夫なのですが、豆を単独で可愛がっていると。ちょっとだけ待っててくださいね。こんな風に必ずと言っていいほど邪魔してきます。豆も分かってるのですぐさま逃げちゃいます。ちなみに春江だけをなでなでしていると豆は決して邪魔をしてきません。分かってるんですね。でもさりゆく豆にめっちゃ切ってる春江。豆を触ってる時の春江はどんな顔をしているかというと、めちゃくちゃ見てる。ああ見てる、ずっと見てる。本当に見てる、ずっと見てる。もうなんか顔に不機嫌が出まくってて、もはやちょっとホラーに見える。で結局邪魔しに来る。もう毎回このパターンです。ある意味甘え上手。なので豆を可愛がりたいときは、一緒に撫でないといけません。この場合は春江も怒らないし邪魔しないのです。2匹が近くにいてくれるときはこうして同時に触れますが、ちょっと離れてる時は大変です。交互に撫でる時もあります。人間の子育てもそうだけど、どれだけ同じように愛情を与えているつもりでも本人たちが満足いくように愛を注ぐのはものすごく難しいなぁと感じます。どうやったらやきもち焼かないで仲良く過ごしてくれるんだろうかと悩んだりもしますが、まあ多分これは春江の性分なので、どれだけ愛情を注いでもやきもち焼くんだろうなぁという気もしたりしなかったり。これって多頭飼いあるあるなんでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。